翔平 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがこちらです。あー、光ってる、やばい、ピカピカ。まあ、チャンネルサブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんですで、そちらのサブチャンが1000人を超えたらこちらのグローブをプレゼントという風にさせていただこうかなと思います。はい、でこちらのグローブもね、コメントして、サブチャンの方にももちろん、コメントしてもらって、その中でねコメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブもチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、いろとです。そして翔一郎です。口元です。お願いします。お願いします。本当にたびたびありがとうございます。これは本当自分の不注意なんで反省するしかないんですけど、で今回は接待野球をやっていきたいと思います。気持ちよく打ってもらうと、いや助かりますね。はい、まあ、この後試合なんで、まあ、調整がてら打ってもらえばいいかなと思います。今回キャッチャーにやっていただく方を呼んでいます。ではどうぞ。おはようございます。なんで俺がやんだよ、お前。なんで俺がやんだよ。何？部下の失敗は上司の失敗でもある。責任取って。野球の。野球の出るよ。頼むで。全然オッケー。ありがとう。キャッチャーやるんで。彼が一つ投げる。はい。時間までいっちゃって。許す限り。気持ちよく打ってもらいます。その代わりあれで試合できなかったら逆取材してもらうような。やばいな、ちょっと。いやそれもあるし、彼がいいとこ投げなかったせいで練習にならなくて打てなかったらもう結構ですよ。ああ、そうだそうだね。なるほどなるほど、確かに。彼がいい球ばっか投げてて試合できなかったらちょっと責任かかってる。責任かかってます。全員かかってます。全員かかってやっちゃう。って感じでまあサクッといきましょう。はい。お願いします。お願いします。行こう。はい。うわあ、怖い。誰か投げろお前。怖い。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケーオッケー。いい。今日 P さえ終わってた逃げててよかった両部屋カメラ回ってマジであっいい感じカメラ出たカメラ出た4の肉厚のあれらしいはい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。どうでしたか。まあまあ調整に上がったかなと。ありがとうございます。これで受けなかったらもう決定した。頑張って。実際でも投げたと思うんですよ。良かったと思うけど、本当に申し訳ないです。実践向きということで。そうなっていただければ本当にありがたいです。嫌がらずでまた機会あったらそういった一緒に撮影とかさせてもらえると思います。そして。正直ですね、SWBC ジャパンの A に所属してるし、翔平ズにも所属してるし、翔平ズサブちゃんにもほぼなんかメインみたいなのをすごいやってくれるんで、ありがたいです。石川君をそんなどんどん知ってほしい。どんどん知ってほしい。お願いします。サブちゃんで出してもらうけど、メインにも出てもらう。メインで両方相乗効果で決めてもらう。ぜひまたお願いします。お願いします。で、翔野君もまたどんどん喋ってもらって。ドライバーじゃない。ドライバーさんがない。どんどん出てもらって、そういうところで、はい、またお願いします。お願いします。まあ、後でね、試合があるので、しましょう。はい、しましょう。はい、というわけで、今回はですね、石川君と藤本君に来ていただいて、気持ちよくね、バッティングをしてもらいました。はい、この動画にと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。ありがとうございました。サブちゃんも見てね。お願いします。はい、というわけで、皆さんにキャンペーンのお知らせがあります。ST ゴルフ&ベースボールさん。こちらですね、5月からキャンペーンを開始します。はい、以前ね、走れ大井チャンネルさんの方で野球ができるこのスペースを料金がねすごい安くなるっていうキャンペーンをしてました。前回は走れ大井チャンネルを見たといって電話予約か LINE 予約をしてお値段が1時間こちらの利用料3500円のところ2000円になって3時間利用すると1万円のところ5000円になるっていうキャンペーンをしていたそうなんですけど、今回5月からですね「走れ大井チャンネル」と「翔平 TV」で合同でね同時にキャンペーンをやりますので、もし使いたい方いましたら予約の際に「翔平 TV」を見たもしくは「走れ大井チャンネル」を見たと言って予約してもらって1時間3500円のところ2000円で利用してもらって3時間であれば5000円で利用してもらって、これから暑くなります、野球する時期なんでランナーが取れないっていう場合もあります。そういう時に、こういうところで、練習できたりとか仲間たちが集まって練習するといいのかなと思います。1時間2000円であれば3人で、1人600円とか、4人くれば500円とかかな。3時間であればね、5000円なんで本当安く、1人分安く済むと思うので、本当こういう機会なんで。でこちらですね、野球のネットもあります、TO のネットもありますし、キャッチャー道具もあります。で簡易的なマウンドもありますし、そういうのは僕と走れ大井チャンネルの方で寄付をさせてもらって、使えるようにしてあるので、ぜひともね、あとはボールとかそういうのはちょっと持参していただいて、ボール、バット、ヘルメットなどは持参をしてもらうんですけども、はい、あと L 字ネットもありますので、はい、バッティング練習もガンガンできると思いますので、ぜひともご利用ください。という感じで、以上、キャンペーンのお知らせでした。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは晴れせー !SHOHEITV2022 年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。